ね、下北沢に歌舞伎町の主を聞けないですね、本当に。こちらもすいません、なんか80年間梅干しと一緒に髪につき込んだ加藤亮みたいなやつ。どんな加藤亮なんですか。シャキシャキやねんか、加藤。よろしくお願いいたします。いや、突然なんですけどね、僕ね、あの泣ける話っていうのを聞いてきたんでね、その皆さんにも聞いていただきたらなと思います。いい、いいよ、なんでだよ。いやいや、お笑いライブだぞ。いや、皆さんのコントとか漫才を楽しみ笑いに来てんだから泣ける話いらねえだろ。いやいや、でもね、ちょっとせっかく仕入れてきたから、ね、それちょっと聞いてほしいなって思うんですよね。いやいや、仕入れるなら泣ける話よりもっとお前滑らない話とかそういうの仕入れてこいよ。いやいや、でもいいじゃん、ちょっとやらせて。いい、まあ別にいいけど、すぐ笑っていいですか。じゃあちょっと泣ける話があるらしいんで。いいから、拍手とかあらなくていいから。そうなの。早くやれ、俺は漫才をしに来てんだ。これはちょっと友達から聞いた話なんですけど、友達がね、あの犬を飼っていたんだそうです。出た出た、犬出せばね、こいつ泣くと思ってるんですよ。やめんなよ。友達が飼っていた犬というのはですね、ダルメシアンの小さい子犬が生まれましてね、名前をチロルと言います。変な名前ですね、チョコレートですね。そのチロルは生まれつき耳が聞こえない犬でした。呼びかけてもこう振り向かなかったりね、お手って言うんですけどね、どうしてもお手が理解できずね、それができなかったりして。それ耳聞こえてねえだろ、当たり前だろ。まあでもその家族に愛されてね、幸せにすくすく育ったそうでございます。そう、ある雨の日のことでした。チロルは家の裏の原っぱで遊ぶのがすごく大好きで、蝶々を追いかけながら尻尾を振る、これのチロルを見るのがね、友達は大好きだったそうですが、その日は雨なので散歩に行けませんでした。それはとても悲しい出来事でした。どうしてもチロルは散歩に行きたかったんでしょう。開いていた窓から一人外に飛び出して車にはねられて死んでしまいました。え？外でチロル…おーい、なんで窓閉めてねえんだ。ふざけんなよお前。それは俺、窓開いてたら外で散歩したいんだから、お前犬勝手に出るだろお前。外からチロルの叫び声が聞こえます。友達が外に出てみると、ぐったりとしたチロルが。チロル、チロル、おい、まだ間に合うから、早く上に連れて行けんだよ。違う、チロル、抱えます。チロル、チロル、友達が必死に呼びかけます。チロル、チロル、チロル。チロルはゆっくりと首を上げて、友達の手のひらの上に震える前足を乗せて、一声ワンと鳴きました。お手できたじゃん。なんでだよ、なんでだよ。お手なんかできなくたっていい、返事しても振り向かなくたっていい。もう一度、もう一度、裏の原っぱで蝶々を追いかけるお前が見たいんだよ。もうできねえんだよ、死んでんだよ。なんで窓を開けてたんだよ。ふざけんなよ。ちゃんと立場にしろや。チロルはゆっくりと目を閉じてこと消えてしまいました。今でも友達は思うそうです。守ってやれなくてごめんよ。天国で幸せに暮らしてくれ。幸せだよ、それは。そんなに考えてもらったんだから。なんで加入しない。どう、泣けた。全然感動しねえし、泣けねえし。泣いてんじゃん、泣いてんじゃん。いいんだよ。